こんにちは、ダイワフィールドテスターの岡崎隆司です。今日は2019年8月31日、栃木県は中川、那須烏山地区ですね、ちょうど闇蔵大橋の下流になりますけども、このねドーンと広い河川でじゃあ何をやるかと言いますと、毎年恒例の本流バトルをここで開催したいと思います。2人どうぞ。こんにちは。こんにちは。こういうとこわざわざ、やってきました。中川とうとう来てしまいましたね。またこの季節が、この季節がどうですか、この流れ、この流れ見て。いやまあまあチャラチャラ、チャラチャラ。いやもうあとは腕次第ですよ。腕次第で。他じゃない、どれぐらい釣れる？一日でまあ30ぐらいなんかな。お、すごいですね。肩は？肩はね大きいの25センチぐらい。おお、ええ、まあ、ちっちゃいの見るけどね、結構大きいのバーンってきますから。はい。じゃあこの新しいタックルで今回はね、はい、まあ、2020年発売のスペシャルメガトルク、メガトルク、はい、これでですね、なんとかこの中川を攻略してでかいのをね、バチバチちょっとかけたいなと思ってるんですけど、俺競技、はい、競技 T、 競技 T、 はい、若干パワーも上がってるんで、ちょうどその23とか4とかぐらいにはもうバチバチ見てるんちゃう。ブラッシュルの曲する自信がある。当たり前、切れない、まあ、先は切れるかわからない。まあ調子としてはね、はい、まあ同調子、うん、若気の同調子の、はいはい、でまあこっちは先調子ということで、うんうん、まあその全然竿のねこのタイプが違うので、そうですね、はい、それでまあどういう釣果の結果になるかっていうのもね、見どころ満載だと思います、うん、ぜひ頑張ってみたい、はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ私下流スタートということで、やっぱり伊勢もねちょっと急流が強い荒いポイントが多いので、今回ねスイッチパーツの25センチ短いおもちをパワータイプのねおもちをつけてます。長さ的に言うと875になるんですね、全長で。やっぱりこうなんていうのかな、押しの強い流れはこの875にすることによって、よりこう劣りをね、重りなんかをつけた場合も操作しやすくて、快適にねきつい流れも的確に自分の持った位置に劣りを通していけることができるので、まあね前半の下流それはちょっと、パワータイプのほもちでやってみたいと思います。竿は競技の T90、オールラウンダーです。針はですねちょっと状況によって変えたいと思うんですけども、一応中川押しが強くて、まあ、魚もね、いい方がいてるというんで、一応スピードの 7.5 号4本怒りで、パワーキープの7半ぐらいをちょっと状況によって使い分けて、やってみたいと思います。じゃあ、はい、スタートしましょう。はい、お願いします。よし、行こう。見た目以上にやっぱり押し強いですね。まあだけどやっぱり4号ぐらいのこう進化つけて操作するには、やっぱりこっちのパワーホモチの方がしっかり進化のねコントロールしやすいので、値上がりのリスクもすごく減ってくると思う。よしよしよし、上がった。おお、ええ方でかいな。まあまあええ方、結構硬いですね。この中川って8月の第1週には大体一発目かかるんですよ。ですからもうどちらかというとやっぱそういうアユは一回こうアユが溜まりやすい場所っていうのはポイント的にはいいと思うんですね。だから大きなトロの吐き出しの上下とか、そういったところの方がこれからはやっぱり終盤にかけてはどんどん良くなってきますね。よっしゃ、来た。ほら、やっと来たね。
した。お、結構あの顔ありますからね。肩も今22ぐらいあるんじゃないかな。うん。さあ、おとりが変わってどうなるか。よっしゃ、来たね。この勾配があれで来たね。下がらんぞ。ほら。弾道がいいでしょ、弾道が。大きく曲がってるから、あんだけボワーンと飛んでくるんですよ。ふわっと。大きく曲がるイコール、エネルギーがでかく出てる。だから、円を描くように、ゆっくり飛んでくる。見てください。竿の曲がり、抜群です。かかりどころある。すごいな、抜けが本当に。むちゃくちゃパワーありますね、あれ。今の簡単に、ね、抜きますけど、おそらく24ぐらいあると思いますね。やっぱりさすが、スペシャル Z、SBF でね、カーボンの材質がやっぱり最高なんで、曲がるけどやっぱりその分抜けも早い。ほんでやっぱりこう、安心して絞れるんで、竿を曲げてね、そのやり取りしてる時が恐怖感がないというか。おっしゃ、あっ切れたがな。マジか。お、さすがに、森岡さん背型諦めて、ちょっと背落ちですね。このポイントってのはあの右岸側にずっと玉石が入ってますので、そんなね大きな石じゃないんですけども、終盤、この中川の終盤近くなってくるとこね、意外とあの小砂利の玉石、小砂利町の玉石ですね、ちょうどつきますんで、そこからこの下本部、センターまでは釣れると思うんですけどもね、まあ、ちょっと縦気味でやはり T 調子で、操作性有して若干竿を縦目にして泳がせ気味でやってるのかな。よっしゃ、お、来た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 。お、場所移動したらね、すぐですね。小さ、おお、来た来た来た。しっかり溜めて、おお、でかいか。これはでかいぞ。おお、大きい。取ったぞ。お、連発。5、4、3、2、1、終了。前半終了しました。前半ですね、やはり下流エリアの方が、まあ、押しも強いのと、あと、まあ、いろいろポイントありますんで、まあ、下流入った、津田さんの方が、まあ、若干有利だったのかなと。ですから、まあ、その辺でその、まあ、これからエリアチェンジしてみて、森岡さんが下流でこのどういう釣りをするのか、でその渋い、ね、エリア、津田さんが今度上流でね、まあ、この強い流れまでやってませんので、ここをどう攻略するか、まあ、その辺、見てみたいと思います。スタート。はい、頑張ってください。お、はい、いいの入ってますね。今回は